はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、朝倉未来のツイッター辞める宣言は大嘘だった。すべては金儲け、犯罪者を集めた喧嘩やらせコント、ブレイキングダウンのためについてです。朝倉未来がツイッターを辞める宣言をしました。正直僕としては、またまた適当なことを言ってるなと思っていました。というのも、ツイッターを辞めるといった宣言の次の日には、ブレイキングダウンの対戦カードの発表があったからです。ですので、ツイッター辞める宣言をして、話題にしといて、しょうもない犯罪者を集めた喧嘩やらせコントをブレイキングダウンの宣伝に使うのだろうと思っていました。でそのシーンはよくわからなかったのですが、久しぶりに朝倉未来の YouTube を見ました。そこでツイッターを辞めたことについて、宣伝効果がない、あとは居酒屋の悪口みたいでツイッターをやりたくないということなのですが、本質は辞めるのではなく、今のツイッターのアカウントをブレイキングダウンの公式のアカウントに変えるということでした。やはり思っていた通り、ブレイキングダウンの宣伝に使っていたのです。今回ツイッター辞めるで話題にさせ、そして対戦カード発表の前の日に言うことによって話題にし、そして実際は辞めるのではなくブレイキングダウンの公式アカウントにするという宣伝でした。もう朝倉未来としては頭の中はほとんど9割がブレイキングダウンなんでしょう。いかに犯罪者を集めてやらす喧嘩コント、ブレイキングダウンをブレイクして金儲けをさせるかしか頭にないようです。あっぱれといえば炎上系 YouTuber としてはあっぱれだと思うのですが、今までライジンやフジテレビがスターにさせようとして朝倉兄弟持ち上げやっていた結果が、しょうもない炎上系 YouTuber を育ててしまったのです。格闘ファンとしては残念ですが、 YouTube 炎上系ファンとしては大成功なのでしょう。ただ僕の個人的な考えとしては、格闘家は SNS はするべきだとは思います。ファンサービスもそうなのですが、格闘家というのは1年にだいたい2回か3回ぐらいしか戦いません。その間の期間試合しかしてないのであれば、なかなか情報を発信することもできないので、格闘ファンとしては持て余してしまいます。そこを埋めるツールとして SNS もありますし、自分の思いを伝え、そしてそれが試合につながる可能性もあります。言ってみれば試合までの前哨戦ができるのが SNS です。ですので平本の蓮君は指一本で SNS の絶戦を繰り広げ、やりすぎという声はありますが、もう若手のスターになりました。言ってみれば強さだけではなく SNS の使い方でスターにもなれるのです。逆に強いだけではスターにはなりません。強くて SNS ができる、もしくは何かしらの特技がないといけないのです。マサトさんもスターになりましたが、マサトさんの時代は SNS がありませんでした。それでもマサトさん曰く、 K1 は重量級、いわゆるヘビー級がメインだったところに70キロの中量級が入り、全然最初見向きもされなかったそうです。そこで目を向けるために発言を全てセルフプロデュースしていたそうです。それがテレビを通じて話題になり、そして自分に返ってきスターになっていったのです。今の時代はメディアは勝手に自分で SNS として発信することができます。であればセルフプロデュースして人気を集めたり話題を集めているということが格闘家の役目の一つだと思います。それを行き過ぎてしまったのが朝倉未来ではないでしょうか。格闘家ということを忘れてしまい、金儲けに走り、炎上系 YouTuber として犯罪者を集めてオーディションをし、ボコボコにし、それが悪評なのですが世間の話題を誘い、1000万企画として大成功しました。で謝罪動画を上げて見たものの、実際は謝罪するのではなく、ブレイキングダウンに1000万企画の犯罪者を集めたオーディションでボコボコすることを加えたところ大ブームになったのです。大ブームといっても、コロコロコミックが聖書の小学生や、火星方形が悩みで夜も眠れない中学生や、パンザの無料サンプル動画だけが生きがいの高校生ぐらいしか見てないと思うのですが、それでもすごい数の方が見ています。で今後朝倉未来もしょうもない炎上系 YouTuber として数字にとらわれ、自分の Twitter もブレイキングダウン公式に変えてしまうようです。炎上系 YouTuber の元祖といえば柴田容疑者選手ですので、これから朝倉未来は名前を朝倉しばるに変えればいいのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日10時からライブ配信ご覧ください。また明日はディープもありますので、皆さんペーパービュー購入してください。日曜日は USC もご覧ください。それではさよなら。